フィニステレ岬の海戦は7年戦争中、スペイン北海岸のフィニステレ岬で戦われた、イギリスとフランス艦隊の間の小規模な海戦。1761年、イギリスの74門戦列艦ベローナと36門フリゲートのブリリアントがリースボンからイギリス駅員艦を運んでいたが、8月13日に、フランスの74門戦列艦クラージュ、 32問フリゲートのマリシューゼとエルミオーネに遭遇した。イギリス艦隊はフランス艦隊を追跡、翌朝にブリリアント隊、マリシューゼとエルミオーネ、ベローナ隊、クラージュという2つの戦闘が起こった。短いながら激しい戦闘でベローナもクラージュも損傷を受けたが、ベローナの艦長ロバート・フォークナーが側面射撃に成功して、 クラージュに大損害を与えたことで勝負が決し、クラージュは降伏した。ブリリアントの方は、感染の数で不利だったものの、マリシューゼとエルミオーネをベローナとクラージュに加勢できないよう、引き離すことには成功した。マリシューゼとエルミオーネは、クラージュが降伏すると逃走した。その後、クラージュは、修理を経て、イギリス海軍に編入され、 その後35年間イギリス艦として襲撃した。1759年のキブロン湾の海戦で負けて、以来、フランス海軍はイギリス海軍とヨーロッパ水域の正海権を争う力を失っていた。1761年4月、イギリスはこの優勢を利用して、ブルターニュの離島をベルイルに侵攻、6月に占領した。フランスは、 大西洋艦隊の大半が港に封鎖されている中、小艦隊を派遣して襲撃する作戦を取った。デュージェ・ロンベール艦長の74門戦列艦、クラージュ、ロングビル艦長の32門フリゲートのマリシューゼ、モンティニー艦長のフリゲートのエルミオーネからなる、小艦隊もその一つで、西インド諸島に派遣されていたが、この小艦隊は、襲撃に成功して8月に、 ヨーロッパ水域に戻ってきた。8月13日の夜、ロンベール艦隊は、スペイン海岸に向けて航行中であったが、フィニステレ岬で北東に船体を目撃した。その船体とは、ロバート・フォークナー艦長の74門戦列艦、ベローナとジョン・ロギー艦長の36門フリゲートの、ブリリアントの2隻で、リスボンからイギリスへ10万ポンド以上の価値のある金貨を運輸していた。 ロンベール艦隊は敵が2隻とも戦列艦であり、自軍が不利であると誤認し、暗闇に紛れて逃走しようとしたが、月明かりが明るかったのでイギリスが追撃した。8月14日の朝5時、ロンベールは意見を変え、今度はベローナを50門4等艦に誤認した。勝利を確信した。ロンベールは回答し、マリシューゼとエルミオーネに、 ブリリアントへの攻撃を命じる一方、自らクラージュを率いて、ベローナに攻撃を仕掛けた。ロンベールは6時25分に、クラージュをベローナの側面に接近させ、原則砲を至近距離で発砲した。フォークナーは2回目の砲撃まで待つと、自軍も原則砲をに連続で発砲させ、自らはベローナの方を逆母にして、クラージュと互い違いの向きで並走させた。しかし、 戦闘の初期では、クラーチュの砲撃の方が効果的で、砲撃が9分間続いただけで、ベローナの水ンマストをバラバラにした。船員の一人が水ンマストの損傷に落胆すると、フォークナーは、ショ症、二層甲板の船が戦闘中に、水ンマストを何に使うんだ。奴の水ンマストを見て、叩き落とすんだ。と述べたという。フォークナーは、水ンマストが壊れ、 ベローナの動きが鈍くなると、ロンベールが木に乗じて逃げるかもしれないと考え、異常攻撃して、クラージュを打破しようとしたが、クラージュの方も6時45分に水ンマストを破られ、深度が外れ始めた。フォークナーは、ベローナの損傷も構わずに船を回凍して、原則砲をクラージュの右舷の船尾に向けて激しく、発砲した。これによりクラージュの船体はひどく破損し、 数百人の死傷者を出し、致命傷を負った、ロンウェールは7時4分に降伏した。降伏の後も、仮葬の法列甲板が砲撃を続けたため、フォークナーはそこへの砲撃を2回命じ、クラージュ全体が命令に従うようにした。ベローナとクラージュの戦闘中、ブリリアントは朝6時から7時30分までフランスのフリゲート2隻を追い払っていた。ブリリアントはまず、 マリシューゼに攻撃され、続いてエルミオーネに攻撃されたが、2隻の攻撃とも不正で、ベローナとクラージュの戦闘へ参戦することを不正だ。ロンベールの降伏が明らかになると、マリシューゼとエルミオーネは撤退した。イギリス側の損害は、ベローナが戦死6、負傷28、ブリリアントが戦死後、負傷16で、フランス側の損害は、フォークナーの報告によると、 クラージュだけで戦死240、負傷110であった。歴史家のウィリアム・レアード・クラウズによると、死傷者の差はイギリスとフランスの戦術競技の違いによるものだという。彼は、フランス海軍の訓練では、マストや作具へ砲撃するよう教え、敵戦が動けなくなることを狙ったが、イギリス海軍の訓練では敵戦の戦隊を砲撃して、乗組員の殺害を図ったと指摘した。 だっこされたクラージュは、リスボンに連れて行かれ、群衆の観光を受けた。後に、歴史家の一人が、ベローナの行動は機敏な検討士としか、比べられなかった。攻撃を確実に遂行する一方、敵からの攻撃にも守備すると述べた。歴史家のエドワード・ペラム・ブレントンは1825年に、小ネ時代の海戦史上、双方とも、 戦列艦一隻の戦闘で決定的な結果となったのは4回しかなく、このフィニステレ岬の海戦がそのうちの1回であると書いた。クラージュは修理を経てイギリス海軍に編入され、その後35年間収益し、アメリカ独立戦争やフランス革命戦争にも参戦した。1796年12月18日、クラージュはモンテアチョで嵐に愛沈没し、 470人以上が死亡した。ありがとうございます。